ちょっとね、ついがまたさにあれなんだけど、さっき言った、ハトムギの保湿ジェル、これをですね、買ってきたってことですね。今日、昨日ですか、日付変わって昨日ってことですね。で、無香料無着色低刺激性ってことですね。 180g 入っておりますね。でね、ナチュラル、ナチュラルハトムギ保湿ジェル、肌に潤いを与えてスキンケアコンディションも与える天然保湿成分って書いてます。ハトムギエキス配分ですね、保湿ジェルです。しっとりとした潤いが続くっていう書いてますね。肌表面水の保護膜の形成、継続的に角質の水分を殺菌ってことですね。ベタつかずみずみずしい使用感、ジェルの肌と液状に液化油分を抑えたみずみずしい使用感でベタつきが気になりませんって書いてますね。まあこれを買ったってことですね。そうするとね、ちょっとお釣りがねハッとしてないんですよ、お釣りがね。でこれを取ってですね、多分取るときねまたなんですよね。これはね、こうしたときに、こうなるんですね。ちょうどこっちの方が良かったかもしれないね。まあ、こういう感じで売ってるんですね。で、中身がですね、まあ、こんな感じですね。ベタついてるような感じですね。ベタつくっていうか、まあ、こういう感じでついてるんですね。写りがね、パッとしないというのがね。意見ですね。まあ昨日のね動画でキア57とか56と20なんですか、まあ連続ともね、ちょっとこれスタンドガンの忘れてたんですよ。それがねしばらく他の配信してなかったんですよね、それでね、まあ塗るときはこうして塗って、写りがね、まあ絵面が向くんだけどマスクしてるだけなんだけども、まあこんな感じですね。まあこういう風に本当はね、もっとベッベッって塗る感じですね。だけどたまにね、こうやって配信で、ね、配信っていうか、こういうのやっていくのもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ライブ配信するとき、いつもこんな感じになると思います。でね、マスクの方がね、絵面がいいんですよ、それがね。もっと美肌の人だったらね、いいんだけど、ね、昔の人だからしょうがない。まあそういう感じですね。まあそういう感じで、さっきね出したやつはあっちにあるけどちょっと取れないね。まあそのハトムギの製品、乳液は保湿、このジェル、この3点セットで、ね、今使ってます。今んとこね、お風呂上がりとか、そうね、お出かけ前とか使ってますね。まあね、これね結構持つんですよ。半年ぐらい持つんじゃないかなと思いますね。自分はそれぐらい持ってるので持ってますよね。こんな感じですね。まあね、みんながねいいと思う使えばいいんですよ。だけど自分の場合はこれ使ってますっていうことですね。まあ動画のねチャンネル登録お願いしたいと思いますよ。グッドボタンとですね、どうしていつもこうする、癖なんですよね。すいませんね。そういう感じです。チャンネル登録とグッドボタンね、よかったらですね、よろしくお願いします。このスタイルもいいなと思いましたね。